アイテム番号 SCP-77-JP、 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-77-JP は8メートル四方の対収容室に収容してください。タイムパラドックスを引き起こす可能性があるため、 SCP-77-JP 内への侵入及び SCP-77-JP1 への接触はいかなる理由があっても禁止します。重大な収容違反が発生した場合、標準的カバーストーリー、山火事、あるいは土砂災害を施行してください。説明。 SCP-77-JP はサイト8177の収容室に28秒間だけ出現する半径 3.2 メートルの金属製のドームです。ドームにはドアと覗き窓があり、内部の様子を確認することができます。内部には未知の機械類と SCP-77-JP1 が存在します。防音性が高く、内部の音声は聞き取れません。SCP-77-JP1 は人型の実体で、 E クラス職員の服装をした日本人男性に見えます。しかし現在の D クラス職員の服装とは若干の相違点があります。SCP-77-JP1 の身体的特徴に一致する職員は、現在までの財団記録には存在しません。SCP-77-JP は1900年に、県、山の、神社で発生した原因不明の爆発事故により、財団の目に留まりました。爆発の規模に反して、爆発の原因と推定できる物体は何も発見されませんでした。1900年、神社の境内に放電する UFO が現れ、突然消えた、という宮司の目撃談が財団に報告されました。財団の調査により、この山には狐火や人玉の伝承が多数残されており、神社はそれに関係して建てられたことが判明しました。財団はこれらの関係性を考慮し、継続的な監視を開始しました。神社は、土砂災害の危険性がある、として、麓に移転しました。関係者には記憶処理を実施しました。1900年、監視任務に当たっていたエージェントから、SCP-77-JP の出現報告がありました。SCP-77-JP は激しく放電し、内部には充満した黒煙と火花以外何も確認できませんでした。出現から約30秒後、SCP-77-JP は一切の痕跡を残さずに消滅しました。直ちにサイト、8177が建設され、特別収容プロトコルが設定されました。サイト、8177完成以降、SCP-77-JP は不定期に出現しています。一定の周期で出現することが判明しました。日時1900年2月18日、結果激しい放電。28秒後に消失。内部の状況散発的な爆発。黒煙が充満し始めている。SCP-77-JP1 は激しく咳き込み、覗き窓から消える。日時1900年7月11日、結果連続的な放電。28秒後に消失。内部の状況散発的な爆発。SCP-77-JP1 は全身血だらけになっており、覗き窓を叩き続けている。日時1900年4月8日、結果連続的な放電。28秒後に消失。内部の状況内部で爆発が発生。SCP-77-JP1 の姿は確認できず。日時1900年5月27日、結果断続的な放電。28秒後に消失。内部の状況装置から火花が出ている。SCP-77-JP1 は覗き窓を必死に叩き続け、何か叫んでいる。映像解析により、日本語で、もう逃げないから助けてくれ、と発言しているのを確認。日時1900年5月11日、結果散発的な放電。28秒後に消失。内部の状況 SCP-77-JP1 はレバーらしき断片を持っており、内部の装置に対して懸命に作業をしている。日時1900
年5月14日、結果金属的な破壊音を確認。28秒後に消失。内部の状況 SCP-77JP-1 は呆然としている。右手に何かのレバーらしき断片を所持。日時2000、年5月14日、結果異常は発見されず。28秒後に消失。内部の状況 SCP-77JP-1 は内部を見回し、装置の一部を操作しようとしている。日時2000、年5月14日、結果異常は発見されず。28秒後に消失。内部の状況 SCP-77JP-1 は歓喜の表情で小躍りしている。日時2000、年5月14日、結果異常は発見されず。28秒後に消失。内部の状況 SCP-77JP-1 は歓喜の表情で小躍りしている。ポイ1、サイト、8177の建設中。周辺調査で地中に不自然な金属反応がありました。発掘の結果、約万年前の地層から、酸化した金属製の人工物が多数発見されました。SCP-77JP との関連は調査中です。ポイ2、次回の出現は2000年5月14日と推測されています。